こだわったのは産地でしょうか、焙煎でしょうか、豆の選別でしょうか、それとも抽出でしょうか。もちろんすべてです。ボスシリーズ夏はアイスで。さて皆さんこんばんは。今宵もまた腹をすかした一匹狼宮本源が食事にありつく姿をご覧くださいませ。しかし近頃は困ったことに浪費癖が激しく、まあ、まともに肉すら買えない生活のため、質素な飯をどうかお許しくださいませ。ストップストップ。ああこれじゃないです。プロデューサーミュージックチェンジプリーズ。はい、こちらでいきましょう。それではハムカツ定食を作ってまいりますが、まずはおキャベツでございますね。芯を取ったら千切りにしていきます。千切りがうまくできねえよという方はキャベツの葉を何枚か剥ぎ、やや薄めで挑戦すると楽にできますよ。今回はこちらに一工夫。オリーブ油に塩コショウ、それから味の素をちょいと一振りして電子レンジでチン。600ワットですと1分程度がおすすめですよ。こんな感じでしなしなとシャキシャキのバランスがうまくいくと、クソガキでも決して食べ残さない主役の千切りになりますよ。お次にマカロニサラダでございますが、まずは卵2つをお湯にドボン。常温の状態から約8分程度茹でていきます。それからペンネをドボン。こちらは適正時間マイナス30秒のアルデンテで。本来であればペンネを使っておりますから、ペンネサラダの方が正確なのかもしれませんが、いかんせん響きに馴染みがございませんから、あえて今回はマカロニサラダと胡椒をいたします。まあどうしてこんなにくどい説明をしているかと言いますとね、コメント欄に湧くんですよ、やつら有識者の方々が。ありがたい早口辛口の言葉で激励という名の粛清をくださいますから、こちらには細心の注意を払っております。それからベーコンですね。厚切りのものをじっくりと炒めていきます。はい、今回はこんなところで勘弁してやりましょう。お次に玉ねぎ、半分に切り分けたものをささっとみじん切りにしていきます。それを先ほどのベーコン村へと加え、透き通るまで炒めていきます。さらにさらにたくあんでございます。こちらも玉ねぎと同じサイズに細かく切り分けていきます。おい、どこがマカロニサラダだよと思ったそこのあなた、もはや私も適当に作っているため、どこへ向かっているのかさっぱりわかりません。というかメインのハムカツの倍の時間はかかっているのかな。一体どういうことなんでしょうか。脇役が地道に努力するからこそ主役が輝く、そういうことにしておきましょうか。それではボウルにペンネをドボン、ベーコンオニオンをドボン、たくあんをドボン、粉砕したゆで卵をドボン、そこへ気が狂ったようなマヨネーズと胡椒を加え、よく混ぜ合わせます。なんだかカルボナーラみたいですけど、これ死ぬほどうまいんです、マジで。さて、ようやくメインでございます。ハムカツの衣は卵を一つにお水少々、それからお薄力粉をとろみがつくまで加えていきます。わかりますよ。こんな方法じゃダマが残るって言いたいんでしょ？でもね、死ぬ気で混ぜてりゃそんなもんすぐに消えますよ。根性が足りません、根性が。多少の苦痛は喜びと感じましょう。これくらいとろみがついたら頃合いでございます。隣のパッドにパン粉を敷き詰めたら準備完了。薄っぺらいハムにこれでもかと生地をつけていきます。ちなみにこういった薄いものを揚げる際には粗い生パン粉よりもきめ細やかな乾燥パン粉の方が向いております。卵液つけてーの、パン粉落としーの、やいやいかけーの、ポンポン押しーの、これをひたすらに繰り返していきます。それではいざ。
ひゃー、この軽快なリズム感たまりませんな。そして揚げ物に欠かせないものといったらこのからし、ちょいとお湯をかけてねりねりすれば刺激たっぷりの黄色いからしになりますよ。それではお皿に具材を並べ、いざ実食の時であります。改めて今回はハムカツ作ってみましたけど、プライベートじゃまず作らないですねこれは。とはいえ居酒屋行ってメニューあると大体頼んじゃうんですけどね、薄利多売半兵衛とか行くと大体頼んじゃいますね、ラムネサワーと一緒に、はい。まあ、皆さんのね一番好きな揚げ物は何でしょうか。僕はもうねダントツでとんかつですね。あのヒレカツとかじゃなくて油たっぷりのロースカツね。やっぱ揚げ物食べるときはね、小細工を施してヘルシーにそれなりの満足をするんじゃなくて、後悔するくらいギトギトのものをがっつりいきたいですね。目の前でとんかつの衣を外すような人いたらもう往復ビンタですよ。さて今夜も名残惜しいですが、おいとまの時間となりました。明日も良い夢が見られると良いですね、ハム太郎。それでは皆さんごきげんよう。この番組は世界一サスティナブルな腕時計をロードグリーンと、今治といったらこのお餅アワビア餅店、一橋大学世界プロレスリング同盟の提供でお送りしました。あ、スポンサー全部実在してますからねこれ。